つるんつるんや。朝一長友の予想とは違い、ウィードが消滅していたのであった。おはようございます。おはようございます。今回は11月の琵琶湖ということで、かなり水温が下がってタフな状況で、取材してみたいと思うんですけども、今日来ていただいてますのは、長友プロです。よろしくお願いします。長友プロはですね、長友プロはですね、僕の出身地であります奈良県の後輩なんですけども、今マスターズプロで活躍してまして、10月に開催されました、野次以降の大会で、まあ、スモールマウスですけど、その大会で見事準勝ということで、ありがとうございます。おめでとうございます。で、今回長友プロに、琵琶湖でですね、そのデカスモールをボコボコ言わしたちょっとライトリーグでですね、琵琶湖を攻略してもらおうということで、通用するのか、まあ、ちょっとね、琵琶湖の状況今どんな感じって聞いてます？そうですね、もうターンも入って濁りも入って相当厳しい状況ということで、はい、前回の琵琶湖オープンのウェイトなんかもかなりちょっと厳しそうだったんですけどもそうですね、その状況の中で、ちょっとライトリーグを使ってですね、どれぐらい釣れるかちょっとやってみましょう。はい、よろしくお願いします。はい、うわー、えらい群れ映ってるわ。うわうわうわ、魚まみれです。うわ、それ絵になるサイズやん。あ、マジですか。まだあ、具が飛んでった。さすが現役選手。いや、それ5本釣ったらすごいです、このサイズを。うん、やっぱスリムよりそれの方が釣れるんちゃうか。いや、餌の方がサイズ上がると思う。上がると思います。これダウンショットですか。ダウンショットで。あ、ダウンショットでそれやるの。ダウンショットでちょんがけす。またそれやらしいこと。サイズ使ってて魚は釣れるんですけど、やっぱりサイズちっちゃいんで、ちょっとサイズ上げて。風強いし 1.3g 入れてる。あ、ほんま。でかい。来た。あ、そう、サイズいいんじゃん。ですね。上がった。40は超えてますね。よっしゃ。あ、いいやん。50ぐらいあるっすよ。あるやん、50ぐらい。止めですよ、止め。さすが現役マスターズ選手、絞り出しましたね。ちょっと待ってや。いいぞ、飛んでった。俺ネット全然出してなかったわ。こういうネットの使い方もある。よっしゃよっしゃ、だなーす。まあ、みんな巻いてあるけどね、数ついながらこんなの釣れますわ。釣れるんすよ。さっきバンカーマスター3インチでやってたんですけども、今回、まあ、ちょっとサイズアップ狙って
スリムの方ですね、使ってもう狙い通りキロ500ぐらいですかね、40後半取れました。みんな苦しんでる中でね、ライトリグで釣れますよ、ヤコバンカーバスターのスリム。これはもう一か月止めて尻尾だけでこれだけででかいの誘ってくれ。疲労はポンポンやね、とこかかってる。進化は 1.3 です、重すぎず軽すぎず、まあ、ちょっと風あるんでいつもよりはワンサイズ重め、いつもは 0.9。 僕もダウンショットに変えます。その辺は貪欲にいかんと。まだいな、まだいな。レギュラーサイズ。レギュラーサイズ。ネットいるサイズ。いや、全然ないです。でも平均サイズでかいね。3インチよりも全然。やっぱりもう、アベレージが一回りでかい。こんだけ豆おる中で選んで釣れてくれますね。はい、今長友くんが、プロとのバンカーバスタースリムをテストしてくれてるんで、僕は、体現 3.5 インチで、プロとのスピニングロッドですね、ビアコ用のライトのスピニングロッドで、やってみたいと思います。カラーはシュリンプカラー。このラインな、こうやってな、ウィードになスタックするぐらいかかってくるんです。でプルンって外れるんです。もうこうやってだけやね。ほんで 30m 沖に出るとちょっとザラザラになって引っかかりが悪いんです。こういう変化を見逃さないようにしてください。このエリアでもピンしぼんの2日ぐらいかかるし。かかりますね、全然。だから今でかいのが来たやん、まずそこ1点あるやん。それで横ラインでまず考えるの、か、それ起点に縦でいくかやな。十字に切ってまず釣りして、でそこで濃いラインをだんだん絞っていったら分かってくるから、塊が。これ使わんときや。あ、見えた。でかい今の。マジっすか。一瞬で切られた。相当でかいわ今の。ゴンって入って一発で切られたもん。ありえへん今の。やっぱり長友あれやで、シェイクせんと止めた瞬間やね。止めた瞬間ね。やっぱおるな。みんな釣り方間違ってるだけやなこれ、サイズはレギュラーサイズですね。レギュラーサイズ。よし。このサイズならいくらでも取れます。いかに。でかいのを混ぜていくか。はい、まずは、場所は北山で行きました。北山田で、レイトフィネスのプロトロットで、ラインは6ポンドのフロードを使いまして、ダウンショットですね、体現 3.5 インチの
ダウンショットであります。シンカーはレインズ単軸線シンカーの 2g です。このエリアの釣れてるラインはこういう風にウィードのちょうどトップとか隙間にバスとかブルギルが大量にいます。タイゲンの、ダウンショットの、アクションの説明なんですけど、今ちょうど風が微風でいい感じに吹いてて、おもむろに投げてそこ取って何もしません。ライン張ってウィードにコンタクトさせてズルズル引く、これだけです。ちょっと火さしたら食うやろな。状況の変化が欲しいっすね、ちょっと、うん。体現自動で1個、これエサですよ。ベイトフィネスですけど、下をヌンヌン走ってるんですが、よし、ええやつっすね。体現自動ありがとう。じゃじゃーん。こういうかかり方したら取れるな。そうなんです、絶対に。ライトリグも状況に合わせて使えばこのサイズ。やっぱりね、タフってるだけあって、ライン張ってウィード当たってシンカーがコロコロコロ、ウィードにコツン、ウィードにコツンってなってる時に、何もシェイクしない時にココンって入りましたね。でちょっと効いてグーッと合わせて感じで、早合わせ厳禁です。違和感なく飲み込んでました。体現 3.51 でした。ちょっと腹はへこんでますけど、長さを測ってみたいと思います。ラスト50でした。やっぱプレス乗してたらな、やっぱ先端がやっぱすぐに食らいしまうな。お前ら後から来たんや。割って入ってきた。逆や。よし、なんか絡まってる。よし、なんか絡まってるか、絡まってた今。いやー、こんなんゼルモだ。いやー、こんなんゼルモだ。サイズ選べてない、空気読めてない。3インチだとこのサイズですね。数は釣れるけど。やられた。やっちまったよ。お、ちょっと待って。お、ちょっと待って。悲劇。
シに風がマシになっていくって珍しいですね。来た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 完全に放置でしたねうん、レギュラーやめて。いや、うん、サイズアップになるんかな乾燥してるのかな。来た、どう、来た、レギュラー、レギュラー、いろんなサイズが出るね一回り大きいですかね。根こそぎいってます。大会に導入するって、お、いいんちゃう。いいですね。いいっすか。まあまあ。ついに来ましたね。粘り勝ち。よいしょ、ありがとうございます。やっぱ入んねんな、こうやって粘ってたら。そうですね。やっぱりいいウイドに絡んだ時ですね。硬いウイドでした。硬いウイドに絡んだ時にステイ。いや、もう一瞬で持ってきましたね。マンガバスタースリー、あとこのロッドですね、今ちょっとプロトで借りてるんですけども、64の竿ですっごい感度がいいんで、いいウィード悪いウィードはっきり区別できますね。あと前当たりよくわかります。44ってとこですか。はい、今日ライトリグやり通して魚取れましたね。取れましたね。まあ厳しい状況でしたけど、まあ状況に合わせてやると、まあ、こういう結果が出ると。はい、琵琶湖でもライトリグ全然強いですね。ぜひちょっとやってみてください。こんなんが釣れます。秋のライトリグ最高最高。